今日もご覧いただきありがとうございます。エンタメは生きるモチベーション、エンタメウォッチャーの今何です。 TBS 金曜夜10時放送のトリリオンゲーム10は最終回の感想です。ついに終わってしまいましたね。目黒くんファン、佐野くんファン、トリリオンファンの皆さんと3ヶ月ご一緒に楽しめたことが嬉しいです。目黒くんにしても佐野くんにしてもこれまでにない役どころで、また新たな魅力をたくさん見せてもらいました。で、昨日のトリリオン前にいつものようにソレスノを見ていたら、昨日は2時間のスペシャルだったわけなんですけれども、ドラマの主演で忙しい目黒くん、こんなことしてたんだっていう驚きの企画、これファンの方も目黒くんがたくさん見られて嬉しいっていうふうに思う反面、これ体大丈夫かとか思われたんじゃないでしょうかね。私も正直ね、何をさせとんねんってちょっとね思ってしまったぐらい、このハードな中ね、よく撮影したなと思ったんですけれどもね。とはいえ目黒くんがあまりにも素敵すぎて、ドラマ以上に見入って感動してしまったわけなんですけれども、いや、これ漁船とか小さめの船に乗ったことある方わかると思うんですけれど、めっちゃ疲れるんですよね。しかも慣れてないとやっぱり酔うし、しかも撮影で疲れているのに、しかも3時間半しかない撮影っていうことで、でもその中で彼の真面目さだったり、どんな仕事でも手を抜かない姿勢っていうのが見られて、本当に心底感動しました。この時期だから余計ね。ウニ丼を美味しそうに食べてたのが唯一の救いだったんですけれどもね。人気者だから仕方ないと言えばそれまでだけど、テレビ局の人には本当都合のいい時だけ使ってみたいなのはね、本当やめてほしいなっていうふうに昨日は本当に心底思いましたね。事務所がダメだったとしても、どうしたら彼らを起用し続けるかとかね、事務所もギャラを本人たちだけに行くようにしてるっていう風な発表もありましたけど、でもね、とはいえマネージャーさんだったりタレントさん周りの社員さんも同じように仕事しているわけだしね、本当これってどうするのが一番いいんでしょうねって思いますけど、とりあえず 100% 株主の座を変えようとしないあの一族の解体とか改革はして、事務所自体は抜本的な改革をするとかいうことをしないと、スポンサーさんも戻ってきませんよね。そんな時にこの企画、もう本当に涙なしには見られなかったですね。いや、本当座布団ヒラメじゃなかったけど、あのヒラメだけでも十分に大きいですからね。いや、もう本当に大したもんだなと思ってね、3時間半っていう限られた時間の中でね、これだけ人を楽しませるような絵作りができるっていうのはね、もう本当に感心しました。もう何よりね、目黒くんの真摯な態度が伝わってくるので、もうそれ以上の感動って本当ないですよね。で、さらにこのダブルダッチですよ。いや、もうこれはね、この目黒くんの先生たちにいいものを見せられなかったっていうね、この言葉、いや、これ言えませんよね。もうダブルダッチのコーナーはもうずっと泣き通しで見ていたんですけど、私でさえそうなんだから、もうほんとガチタンの方は、さぞね、複雑な苦しい気持ちで見ていたのではないかと、ほんと何から何までタイムリーすぎましたよね。もうほんとスノーマンのメンバー一人一人の、彼らの誠実さとそれぞれの個性と優しさ、みんながね、ほんと自分のためにじゃなくてメンバーのために教えてくれたレグスタイルさんのために、そしてスタッフのために番組のためにこんなに努力をしている姿っていうのを見せられて、本当ね、視聴者も自分も頑張んなきゃなっていう風にね、ファンじゃなくても勇気もらった人もね、絶対多いと思うんですよね。ともかくトリリオン本編前にこのとんでもない感動巨編を見せられて、いやー、もう本当ね、この時期だからこそもうダメでしたね。もう目黒くん睡眠時間削って自主練とか、本当もう尊敬しかない。もう本当私だったらダリーなとかね、絶対思っちゃうと思うので、いや、もう本当すごすぎますよね。人としてもそういう真摯な態度にはもう本当言葉がなくても響くんだなというのもすごく感じたし、レグスタイルさんもメンバーも夜中でも付き合ってくれるんですよね、当たり前のように。しかも本番前には完璧なパフォーマンスっていうところまで持っていってたじゃないですか。もうね、何もできないところから、もう激泣きですよね。
でも数々のね大きなステージに立ってきた彼らもやっぱりこの慣れないダブルダッチの本番ではうまくいかなくて、まあそれ当然ですよね。でそこも本当に聞き泣きしたし、でもプロとしてエンターテイナーとして笑顔できっちりかっこいいっていうところは表現して、レグスタイルさんも失敗のことは一切言わずにすごいってね言っていて、むしろ申し訳ないって言っていて、もうそこにも感動したし、そしてラストのスタジオでの完璧な演技を見てまた号泣。まあこれ本当見てない人がいたら TVer で絶対見てねって宣伝したいですね。もうスノーマンさんのリアルな姿が見れて、もう本当に心から彼らを潰すことは許さねえって強く思いましたね。本当、まあね、たくさんのファンの方がついてるから大丈夫だとは思いますけれども、まあね、ここら辺は先週も言ったんですけれども、まあファンの方、まあ一部の方はね、事務所を擁護するような発言をする方とかもやっぱりまだ見受けられるんですけれどもね、その矛先はスポンサー企業じゃなくて、本当に改めるべきはあの一族であり事務所の経営陣ということでね、まあ実際2003年にね法的にきっちりジャッジされたわけですからね、その時期は本当報道こそされなかったけれども、その事実っていうのは覆らないわけだし、やっぱりその犯罪をし続けた企業であるし、まあそれを擁護してた上の経営陣の方々がいるっていうことでね、やっぱりそれは許されることではないと思うんですよね。なのでこういうスポンサーの事態ということもまあ致し方ないことで、だから本当ファンの方も抗議するんならスポンサーじゃなくて事務所にしてほしいなと本当に心から思うんですけれどもね。まあそれはね、今回この株式とか権力とかを扱ったこのドラマを見てもね、おそらく納得できると思うのでね、もうそこら辺は本当にね見守りたいし、まあ、目黒くんとか、まあ、スノーマンさんとかタレントさんに関してはそれとは別に応援し続けたいなと本当に思わされるようなねこの番組でした。いやもう本当それスノのね感想動画みたいになってしまいましたが、まあ、本当に神回だったので、まあ、今回はねちょっと冒頭におまけとして語らせていただきました。ということでトリリオンゲーム最終回の感想です。ラストのこの文字、これ完璧に続編か特番の匂わせですよね。まあ私は尺的に言って年末年始の特番ではないかと予想します。まあ春の空白の2年間とかね、まあその後とかを描いてほしいなと。まあそこではガクとリンリンが結ばれたり、まあ春とキリカがライバルでありつつもくっつくのかなとかね、あの妄想のね伏線、普通の夫婦の伏線っていうのを回収するのかなとかね、まあビジネスというよりも愛がテーマな特番がちょっと見たいなと思ったんですけれどもね。まあでも何より最終段階でトリリオン148兆円をね達成しなかったわけですからね、まあグローバルビジネスというところにね手を出してそこも成し遂げるというね、その先をやっぱり見てみたいですよね。海外ロケとかもいいですよね。ということで先週の最終話展開の予想の添削ですが、もうこれほぼほぼ合っていたんじゃないでしょうかね。まあ違っているところとしては、リンリンの密造の社長の就任、これはいいサプライズでしたね。確かに適任すぎる。漫画ですごく感動した密造の所有のビルっていうのを買い戻すっていうところは出てこなくて、まあそこはね本当は春の女王を表す場面としてあってもよかったかなとは思ったんですけど、まあそれを上回るいい展開でしたね。そして当初は私の予想では春が世界旅行かなと思っていたんですが、祁答院が世界中を旅しながらビジネスをするっていうね、こっちかっていう。でも春の空白の2年間は描かれていないので、もしかしたら春も高飛びしてたかもしれないですよね。祁答院と一緒だったかもしれないし。そしてラストは春が華麗にトリリオンに舞い戻るっていう絵面しか浮かんでこないっていう予想も、そこも大正解でしたよね。もうイメージ通りの登場でした。いや、イメージを超える登場でしたかね。それではストーリー順に、それスノの画面から切り替わって、まあ最初の場面がここ。もう表情がさっきと違いすぎて、まあ当たり前ですけどね、やっぱりこれはどう見ても春の表情。トリリオンの顧客情報を盗まれ、黒龍に対してこの表情、復
讐に向かう春の静かな決意が感じられるいい表情でしたね。いや本当美しい。そして情報漏洩について記者会見は一人で臨むというリンリン、お二人に出会えて仲間に入れてもらえて本当に良かった。だから約束してください、何があってもこの会社は潰さない、二人で夢の続きを追い続けてください、とリンリンかっこよかったですよね。彼女もこの短い期間ですごく成長したんですよね。ただ春はこの時もその次を、そしてその次の次をとずっと先まで考えている、そんな表情でリンリンを見つめる。そしてリンリンは社長辞任。ここで過去の喜び合う場面とかハイタッチの場面とかが出てきましたけど、エモすぎてまたグッときましたね。永瀬はキリカを本社に戻すためにこんなことをしてたんですね。これで本社に戻れますねという永瀬に対して、黒龍はそんなことを約束した覚えはないと、娘に対してもその仕打ち。何も知らなかったキリカは辞めようとする永瀬に、あなたは私の秘書と、その忠誠に応えるキリカ。ここの場面も良かったですよね。キリカと春は結ばれなかったら永瀬でもいいじゃんって思わされた場面。この二人の強い絆を見せてきたいい場面でしたね。それと同時にキリカも父に対してのリベンジの決意をしているような強い表情。そして黒龍からの買収提案に、俺は株を手放すと春。黒龍が差し出した手には握手をせず、ドラゴンバンクの株はいらないので、その代わり役員にしてください、あなたの下で帝王学を学び黒龍家に入って後を継ぐということを言うんですよね。ここでは学に対しても芝居をしている。この春の厳しさもたまらなくかっこいいですよね。これまでは何があっても春を信じてきた額だけど、このリアルな芝居にさすがの額も春への不信感でいっぱいになるわけなんですよね。祁答院は春の真意を読み込んでるみたいなリアクションでしたけどね。黒龍は完全に騙せてた。いやほんとここでの春の目力はすごかったですね。祁答院も100億で株を売ると言い、春の役員の件は黒龍から承諾をもらう。祁答院は水木にボーナスぐらい出したんでしょうかね。そしてトリリオンには新社長の立花、君たちにクリエイトは期待してない、言われたことだけやっときゃいいんだ。いやーこういう大企業ありますよね。この傲慢さほんと虫唾が走る、まあ、こういう企業はやがて滅びますよね。ここは春が演技している場面。旧体制の役員は全員解任したと黒龍を信じ込ませるために、あくまでも冷血な表情を貫く春。このダーク系のシャツとネクタイに黒スーツってかっこよすぎない？これ一般人着こなせないやつ。捨てられてしまった春からもらったアーロンチェアをゴミ捨て場に探しに行くとこ。ここはもうすごいキュンとなりましたよね。どんな風になろうとも春との絆はやっぱりガクの心の中には生きている。黒龍のスキャンダルの裏取りをするためにドラゴンバンクの内部に入ったという春。俺がむちゃくちゃできるのはガクがいてくれるから。ガクが株を手放さない限り、俺らの会社は死なない。春はガクが株を手放さないことを信じていたんですね。やっぱり二人の絆はすごい。で、ここから先はガクの出番だという春。名付けて社長室に潜入し、黒龍のパソコンから直接機密情報をゲットする大作戦、ミッションインポッシブルガクの巻。長い。この馬ね。ハッキングを開始するガク。監視カメラ全部切ったけど、この馬の目のカメラがネットワークで出てこなかったということは、これ会社の回線じゃなくて別の単独回線でしてたっていうことですよね。これ黒龍はわざとスマホを置いてきたんだろうか。で、電話に気づかない額に対して知らせようと、わざとでっかい声でどうでもいい話をする春。親睦を深めるために親睦草野球大会で、その後温泉と親睦会っていうね、そんな春に対して昭和の町工場だねっていうこのセリフは黒龍史上一番好きかも。そして落としたペンを黒龍より早く拾う春。こんな顔でどうぞって言われたら普通惚れるよね、性別とか関係なく。で、無事ガクはデータが取れた模様ということで、このお馬さんの目に仕込まれたカメラで、まあ全てお見通しだった黒龍は全てのスキャンダルをまた揉み消すんですよね。なんか昔の明星の表紙みたいなアングルからの春の逆襲。いやー今回ばかりはハラハラしましたね、どうなることかと。でも賢い春は全て織り込み済みだったんですね。
春が大口の株主に株を売りに出すように回って、祁答院が市場に出回った株を海外の投資家に買わせる連携プレー。いや、水木は祁答院の意訳までしちゃって、ほんとめちゃくちゃ優秀な秘書ですよね。さらに黒龍の持ち株 29% も俺にくれ、それしか生き残る方法がないという春。出た、奥義、春のネクタイ緩め。いや、これやばいですよね。カメラをパソコンに仕込んで黒龍自身がスキャンダルを暴く瞬間を抑えるっていう、とてつもない頭のいい手段。春学やっぱりさすがですよね。だからそんなことは何とでもなる、とにかく急いでやれ。裏帳簿が表に出れば、私はもちろん官房長官にまで迷惑がかかる。テレビ、新聞、週刊誌も止めろ。もし逆らったらスポンサーを降りる。二度と広告は打たんと圧をかけろ。いやー、もうこれなんかどういうふうに思ってこれを聞いていいか分かんないっていうぐらいのタイムリーすぎるセリフでしたね。まあこんな会話がね、あそこの事務所でも繰り広げられていたんでしょうか。仲良しの政治家、マスコミ、あんたがメディアのトップに圧かけて情報隠蔽を支持する決定的な瞬間は山ほどあると、春。そしてこんな中にも共犯者がいるんじゃねえのと祁答院。この映像を大口の株主に見せて交渉していたんですね。もう春天才だわ。そして黒龍はこれ完全アウト。勝つためなら何してもいいんでしょと黒龍に100倍返しをする春。いやー、これは痛快でしたね。目には目をということでね。まあこういう世直し的な人いないですかね。そして黒龍が株を手放したとしても 45%、 51% には 6% 足らないということで、ここでキリカに交渉。答えはもちろんイエス。トリリオンゲーム開始以来初めてのキリカの会社役員っぽい衣装、しかも白。無垢な心で株を手放すと答えるキリカ。この表情も最高に良かったですね。自分も破滅だけど、お前もインサイダーで逮捕だという黒龍。あんたが株を手放さないなら一緒に豚箱行きだと、こっちはとっくに腹くくってんだよと、強めの表情も最強。仲間を救うため、キリカも救うため、トリリオン、ドラゴンバンク両方の社員も救うため、自分だけがこの黒龍と共に谷底に落ちて犠牲になる覚悟。覚悟を決めた人間の顔って本当に美しいですよね。いつだって先の先まで読む春。本当こんな人がね、現実にいてくれたらって思いますよね。普段はこんな顔しないんだろうけどね、目黒くん。そして沈没しかかった船は額が立派に立て直してくれると、新社長を額に推薦する春。ってことで、あとはよろしくと笑顔で華麗に去る春。ちょっと待って春くんって、もう額はね、もう最後の困り顔。祁答院のこのね、後ろ向きにゲームオーバーっていうやつもめちゃくちゃかっこよかったですね。決まりましたね。この春と祁答院もね、やっぱりこのコンビも最強でしたね。またね、親子役とかでぜひ共演してほしい2人ですよね。そしてリンリンの花屋へ。真面目なリンリンがいてくれたからここまで来れたと、春とガクの感謝の言葉。そして3人のハグ。ここめっちゃ良かった。グッときましたね。この3人の絆は永遠ですよね。そして春とキリカはここめっちゃ良かった。わずかに笑顔な視線の交わし合いはあったものの、言葉さえ一言も交わさずに距離を置いてすれ違う。これでこそ春とキリカ、2人は磁石のプラスとプラスなんですよね。だからくっつかない。どちらかが属性を変えない限りは、マイナスにならない限りはくっつかない。でもきっと気持ちは誰よりも近くにある気がするんですよね。似た者同士だからね。そしてすれ違った後の2人の安心しきったような笑顔も印象的。逆にキュンときましたね。もうくっつくだけがラブストーリーじゃないんですよね。まあ何より2人ともかっこよかった。まあだからこそこの2人のアフターストーリーはぜひ見たいところ。そしてここは予想通りの展開。トリリオンがドラゴンバンクを買収してトリリオン傘下に、さらに社長はキリカ。このスリーショットが見れるとはね。一致団結したこのメンツ、感慨深いですよね。まあ今回春とガクのね、デンホリのダンスがインスタとかで上がってましてね、あれもすごく良かったですけどね。あ、その前にね、アップされたさくらとの3人のやつもね、めちゃくちゃ良かったわけなんですけど、さらに
最近上がったインスタに出ていたリンリンとキリカのデンホリのダンスもめっちゃ可愛くなかったですか？もうなんかおじさんの気持ちになって何回も見てしまいましたね。めっちゃ可愛かった。そして祝リンリン三つ園フラワー社長就任ということでね、いやこれがね本当に今回一番嬉しいサプライズでしたね。もう本当リンリンおめでとうっていうね。リンリンとガクまた驚き顔でしたね。まあ、さっきの最後じゃなかったってことですね。お父様を倒した春たちを私が倒したら最高に楽しいと思わない？春は必ず戻ってくる、その時こそきっとっていうこのねキリカのセリフ、あれやっぱりここに愛はないんか。そしてガクリンリン、ここに愛はあった、デートの約束してましたね。もう私の結婚予想、これ長期的に見たら正解じゃないんですかね。めっちゃ似合ってますもんねこの二人。いや本当に可愛い二人、勇気振り絞って誘ってよかったねガク。あでもリンリンはこの感じだと結婚しても仕事は辞めなそうですね、よかった。そしてラスト1話と同じ春の登場の仕方、待たせたなお帰り、なんかリアルに本当キャーって言っちゃいましたよね。登場するだろうなとは思ってたけど、やっぱりスター感がすごい春。そしてまあ想像通りすぎるというか想像以上だったこのねガードレール横飛びプラス真っ赤なランボルギーニ、ランボルギーニでしたかっていうね。いやこんなガルウィングが似合う20代ってなかなかいないですよね。違和感一切なし。最終回ラストまではまあトリリオン1兆ドルのタイトル回収はできなかったけど、まあ1兆ドルにはまだまだ足んねえってことでロードマップの続きを描く彼ら、僕らのわがままはという額の僕らのねラに反応する春、ここも良かったですよね。そして改めて春が俺らのわがままは世界一だと世界一の企み顔からの2人のハイタッチで最終回終了で、今度は何するつもり、そりゃもちろんというね、もうその途中で終了っていうことで、いやーこれも続編もしくは特番あったらもちろん感想動画出しますね。その頃にはもっと目黒くんたちが仕事がしやすい環境になっていることを祈りつつ、3ヶ月間ご一緒に楽しんでいただけて、たくさんのコメントも本当にありがとうございました。またお会いできますことを祈りつつ、ということでトリリオンゲーム10話最終回の感想でした。あなたの最終回感想、今後の展開予想などもぜひ教えてください。引き続きご一緒に10月期ドラマを楽しみたいと思ってくださった方はぜひぜひチャンネル登録もお願いします。10月期は現段階ではあのサイレントの産方美久さん脚本の一番好きな花と月9のワンデー聖夜の空騒ぎの2本を予定していますが、まあね1話次第ということでまだ未定ですけれどもね、まあそちらの方もいいドラマであることを祈りつつ、他にもこのドラマに注目していますなどもあれば参考にしますのでぜひ教えてください。そしてシニアチャンネルの方では健康やお金、暮らし方など少しでも老後不安をなくす情報を発信しています。50歳以上の方はぜひ遊びに来てくださいね。それでは最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。以上今何でした。